続きまして、後方から出てまいりましたのが、キングカメハメハ3機としては、異色のダートスプリント路線で活躍をいたしました、大勢レジェンドをご紹介いたします。日本馬につきましても、53個は、出場になります。父は2010年と11年の、チャンピオン採用のキングカメハメハ。母はシャープキック、母の父はメヒロマスキングでございます。で本馬は2歳から8歳の7年間で42戦9勝、2着5回、3着2回、獲得賞金は2億6000万円に上ります。デビュー当初はこの本馬の血統背景から芝中距離路線を歩んでおりましたが、その後、主戦場をダートへと移し、とりわけスプリント戦においてその成績が一気に開花をいたしました。重賞初制覇となりましたクラスターカップでは6馬身差の圧勝率に迫り、東京杯では前年のフェブラリーステークスの覇者セッターバッターに3馬身半差をつけての快勝、また G1 初制覇となりました JBC スプリートでは、G1 3勝のスーミラ強豪を相手に3馬身差をつけるレコード勝ちといずれも圧倒的スピードで見切り、ダート短距離路線の頂点へと上り詰めました。父キングカメハメハは先ほどご覧いただきました、ミッキーロケットが昨年新たに G1 馬となり、これまでに14頭の G1 放送を繰り出す名手馬です。また後継馬ロードカナルやルーラーシップの大成功で今や守護馬の父として大躍進しております。一方母系は桜千歳王や桜キャンドルを輩出する名門クレアブリッジ系ラリー、今晩も賛成されずない血統構成は配合面においても大変魅力的でございます。なお、本場の種付けですが、昨年同様、受胎条件20万円、出生条件30万円となっておりますので、ぜひ検討いただきますと、よろしくお願い申し上げます。以上、大勢レジェンドでございました。どうもありがとうございます。